はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。魔界に出てきたところですね。やはり鎖はすでに回収済みか。確かに前に来た時は刺さっていたな。じゃがないのならば長居は無用じゃ。そうですね、早くカムーズを追わなければ。ふう、城に戻ってお風呂に入りたかったところだけど。お、一風呂浴びてく？龍騎1号があれば入りたい放題よ。まったくだ、あのキャンピングカーのありがたさが身にしみるぜ。局中央特務車両ね、正確には。その車両が置いてある竜宮城、ここから遠いのか？ここから誘拐となるとかなりあるな。人間たちの足では難しかろう。それに余計な寄り道でカムーズに遅れを取ってることを忘れんなよ。そうだな、奴が行動を起こしている以上放置するわけにはいかないか。黄金の種さえ取り戻せば、その力で竜宮城への道を開くことができます。そりゃ願ったり叶ったりや。カムーズ縛いて種を取り返したら当面の問題は解決。龍騎1号も戻ってくるってわけね。そうと決まればマーベルランドか。この近くに抜け道があるんだよな。そういうこと、早速行きましょうか。モリガンさん、案内をよろしくお願いします。なんかいる。あ、アイダ、アイダウイルスか。待ってください、エネルギー反応。これはアイダのものです。アイダだって？ザ・ワールドのコンピューターウイルスか。バカを言ってんじゃねえ、ここはリアルだろうか。あれはネットの世界だけの話だ。感染したまま現実世界に来た例はあるわ。でも媒体もなしに反応だけが。コスモス、本当なの？センサーの誤作動ってことは。じゃがコスモスは熱暴走したポンコツアンドロイドなんとかとはちゃうじゃろ。ああ、彼女のセンサーの信頼度は高い。どうする？地味にヤバくね、これってさ。魔界は他の次元時空と混ざりやすい。抜け道が多いのもそのためだが、私が少し調べましょう。金の鎖があった場所も見ておきたいし、一応。一人じゃ危ないですよ、博士。アイダがいるというなら、なおさらです。ああ、人数はいるんだ。半分ほど残って、調査と護衛だな。それが良さそうね。ワルちゃん、抜け道はわかるわよね。ああ、間違えたまあ、会話飛ばしちゃったけど。正しい判断だな、何が。俺たちも確認が終わり次第すぐに追う。わかりました。お気をつけて。焦るんでないぞ、ワルキューレ。カムーズを見つけても遅れを取らんようにな。その時は貴様らが来る前に片付けるまでだ。そうだな、ここを調べ終わる前に黄金の種を持って帰ってきてやるよ。それは頼もしいね。ではそちらは任せよう。ああ、了解し、うっ。どうしたんだ、ゼロ。いや、なんでもない。大丈夫だ。なんだ、今の感覚は。ウイルスに侵されているんじゃないか。ゼロ、いろいろとおかしなことが起きるな。大丈夫なのか、ここは。それを調べるために俺たちは残るのさ。心配せず先に行ってくれ。わかった、早く追いついてこい。これ結局さ、半分半分で戦うのか合流するのかがいまいちわかんないからね。じゃあ手分けして調べるとしましょうか。サクッと教わった科学操作、役に立つかな。緊急報告です。アイダ反応、今度は複数です。オーマイガー、オーアイダー、なんちて。やっぱりさっきの反応は本当だったんだ。複数？観測された地点はどこですか？毒の沼からのようです。スペース探知機も激しく反応しています。毒の沼？正面と奥の2つあるところか、3箇所？こいつらってどうなんだっけ？弱いんだっけ？間違いない。アイダだ。リアルにまで侵食が始まった？どうして？金の鎖が消失したことに関係はあるんでしょうか？今までのことを考えれば可能性はあるわね。竜宮城は金鎖の力で異世界へ転移した。別の次元をつなぐ力だ。つまりこの辺りにはゲームの世界への抜け道が存在するってこと？塞がないとまずくない？次元の歪曲を確認、まだ来るようです。
抜け穴があるというのはもう間違いないようですね。博士、下がっていってください。それじゃあお言葉に甘えて、チャプチャプやってるからその辺で。それ毒だからね。おお、一気に出てきたな。こいつらはバグったデータどもだな。実体化したってことかよ。カイトやハセオと同じなのかしら。あなたたちの体ももともとはデータだったわね。俺たちの PC ボディはもともと使用外のものなんだ。こんな断片データも実体化するなんておかしいぜ。問題が発生しました。周囲の空間の間汚染が始まっています。ここにいて大丈夫なんですか。大丈夫ではなくなります。あと12分ほどで危険レベルに達すると思われます。逃げた方が良くない。でも感染拡大は防がなきゃダメだ。魔界が間で満ちる。やっぱりどこかに穴が開いていて、そこから流れ込んできてるんだよ。コスモスさん、場所の特定はできますか。付近には6つのポイントを確認。間を中心に空間の歪曲が起きています。紫の大型間が通路になっている。フリューさん、エリカ、全く意味が分かりません。物理空間と電脳空間との接点として機能しているということみたいね。難しいよ。あの間が両世界をつなぐ橋やトンネル代わりになってるってことじゃない。付近一帯で間汚染が始まっていることを考えればおそらく正しいでしょうね。だったらそのトンネルを塞いでやる。間は6匹一気に行くぜ。世界をつなぐパーツとして機能しているなら奴らは動かないと考えるべきだろうな。こちらから近づくしかありませんね。それも急がないと。目標は毒の沼に陣取る間だ。場合によっては沼に踏み込むことになるぞ。どうせ入るならお風呂が良かったわね。みんな回復は怠らないで行くわよ。半分半分か。12ラウンドまでに全ての間を倒す。 OK。 あとはどのメンツがいるかだよな。ストライダー飛竜は完全にいたんで会話に参加してたから。逆転裁判くん、なるほど。先生どこに出ようかな。結構戦闘に参加してもらいたいからな、こいつは。さくらのところに出るか。で、こう、こうでいいや。面白くなってきたな。ほいっと。まず遠いところはストライダー飛竜に任せよう。こっち方面は飛竜だな、担当は。これ何？別に触って大丈夫なの？リポートします。おお、一回に100減る。今回は突撃リポートします。アレックス、セブンウェイショット、ブロッケン、ワイドビーム、ヘビーボム、とことんお送りします。銃ビリビリします。ドヤ、おらおら、くっとめ、レーションダメージ、くっとめ。ザ・ワールドにリズムゲームの要素があればね。28か。それならば、OK。こっちの方どうするかだよな。一番奥、機動力あるやつがいないな。こいつをもう少し前に出しとけばよかった、編成の時点で。私ですね。おお、でかい。2万3000かでも。ブロックはそんなにないからな。待ってください、行きますから。シャインセーバー、止まりなさい。ためらえば負けよ。もう誰も傷つけさせない。これだからバッハシャットダウン。技も使ってこう。もう想定違法発射。私は負けられない。倒せません。基本的に格闘組がそんなに強くないからな。まあ、チュンリーはそこそこ強いけど。入るか、まあ、沼に。これは現行犯、呼ばれて飛び出て、ステップアップアップじゃん。はっ、よっしゃ。それわしの技いけてるじゃろ。サンデルタいただき、ドッカーン。おー、予想客突入して制圧しましのぐれ。気づきしかばぬ修羅の道、引き道旅に涙流るる。ほう、一つ、二つ、三つ、九本中百列。ほう、百列。倒せないけど、次のターンでこいつはもう終わりだな。
大神はとりあえず風を4のやつにかけよう。クリスチルだな。一気に攻める。任務開始。弾薬分析開始。うまく飛び込めればいいが。当たれ、オケ。隙を作る。足を止める。と集中させる。解除するわ。受けろ。受け取れ。よし、ロケットランチャーで決める。いけ。また起き上がるかもしれん。油断は。で、デミトリーとモリガンがマジで弱いからな。1万2000とか言って必殺技使って倒せるかどうかっていうレベルだからな、本当に。3とかやるだけ無駄なんだけど。いくつ当たる ?5000 くらいか。サザーザ使って17レベルだもんな。きて神のご加護。アダムやサミーが天地一瞬ハンマーだ。エスマで怪盗だ。この死闘にレクイエムを。なるほどくん、構わないよ。ここはダンテとクリスあたりで対処すれば大丈夫かな。まあ動かないからね。反撃はしてくるんだ。反撃じゃなくて攻撃か。これだからバッハシャットダウン。いや、攻撃は速攻。止まりなさい。いや、なんかコスモスとの絆を感じたよ。感知は残り5ターン。あのうねうねしてるやつ当たったらどうなるんだっけ。まあザコはちょっとカイとハセオに任せよう。ここだ。僕もそ。よし。コランシュ。皆さんこんにちは。アレックス騎士。よし。バネルシ。燃えます。ザ・ワールドにリズムゲームの要素が。おっと、ドクったか。このまま進んでいこう。で、ここは結局コスモスとチュンリーに任せよう。やっぱり行くわよ。私ね。で、ダンテとかもう少し奥に行こう。了解。スキャンス、マインスロアで仕掛ける。当たれ、オッケー。見れろ、狙い撃ちだ。まだまだ蹴り抜く、勝利だ。よし、求めだ。ロケットランチャーで決める。くらえ。爆薬はまだあるわ、次よ。おっと、毒カウンターを持ってんのか。結構減るな、トマトが高くなってきたかな。了解です。戦闘開始。危ない。狙い撃つ。ここで倒します。突入。突撃。クライマス回転。連鎖回転。打ち回す。もらった。力が湧いてくる。これならエネルギー凝縮。ジャーン。勝利の後はデミトリーとモリガン。待ち、どうしよう。完全にもう戦力外だな。よし。あれ、こっち行けないし。え、これこうやってこっち行けねえの？密かに溝があるじゃん。全然気づかなかった。しくじったなこれ。騙された。簡易テントが1個しかない。んー、もったいないな。それはまずは普通に解毒するか。いっぱいいる。で、アップルグミを使ってこう。確か1人減ってるやつがデミトリー、フリカ。あとはバイタルスターを1回使えば大丈夫かな。マジこっちどうしよう。とりあえずここら辺にいよう。そういうことか。だってこいつ飛んでるもんな。卑怯だな、飛んでるキャラ。味方にもさ、1人くらい飛んでるキャラ欲しいよな。
14,800 か。結構強えな。遠距離から詰めていくぞ。逃がさん、そこだ。狙い撃ちだ。ひどい。集中させる。ナイフ。燃えろ。超ミスってる。これで終わりだ。よく眠りなよ。ひどい。抵抗しないで。はっ。とどめだ。残れば、おお、これデミトリで倒そう。先生がいるんで、ちょっと先生に、スキルを使おう。先生、先生、どこにいる？あ、いた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 。これをデミトリモリガン。これで倒す。これでどうだ。マラカスコクリコ直伝隠れでリミエール終わった。944まるまる1レベル。いてストライダー飛竜、ストライダー飛竜奥行くか。このままカイとハセオがこっちを対処しよう。了解。でコスモスか、減ってんの。アップグミどうぞ。はい、ブースト使いねえや、あれ使っちゃったから。やってみるわ。チュンリー、どこの沼入っていくか。攻撃力間違えた。これさ、普通にひどいシステムだよな。まあ俺が悪いんだけどさ。あれ、こいつヒットポイントすげえ高っけんだけど。さっきの2万とはわけが違う。この辺りで勘弁してやる。おお。ってことはこいつをまず何とかしないといけないな。行こうエリカ君。風駆け抜けろ。対処します。ブースト使えるっけ。あ、射程が伸びるだけかこいつは。了解。まあ、射程が伸びるっていうのもいいよな。なかなか珍しいキャラではある。反撃はしておこう。大して食らわねえし。てかボスキャラが出てないな。反撃不能。あと9分。コスモス。まあ、ブーストかけても無理だな。始めるかの。中。本気を見せてやろう。やっと。セブンウェイ。エリカシャフ。ほうの構え。を入れてやろうぞ。ドンデラ。いただき。九本中。バイビー。ほうの構え。九本中。残り4。構わないわ。行くわ。どんこの任務、私が受けた。撃ちよ。いや、もらった。双葉、見えた。切り刻み。手裏剣。そう手裏剣を外さない。任務よ。悪く思わないで。行け。もらった。目障りだ。一本。もらった。ガンスティンガー。スイープレイ。もらった。ガンスティンガー、ご機嫌だぜ。この程度とはね。あれを食らうな絶対。了解。こっちで何とかしよう。こんな形。ジェネシス。隣接戦闘、私たちに任せて。これも護衛の仕事だな。いや、そこだ。突きをつく。それは通った。よし、はい、覚悟。いや、すげえミスってる。これで終わりだ。上に飛ばれるとすげえ困んだけど。発射。
この調子で最後までいければいいが。よし、30レベル。銃が効くなら倒せるってことね。温泉射撃いいだろう。どこだっけこいつ。そういうわけではないか。ストライダーヒル、ここに行くか。操作開始だ。了解。了解です。大丈夫だ。で、こっちに入って、こいつも5万あるな。あそこの右上っていうか左上のやつも結構遠いな。あれはゴッドイーター組だな完全に。爪は女の武器よね。エリカ君転ぶなよ。みんなで歌って踊っちゃおう。地獄の効果よ。デモンクライダメだ、弱すぎる。とりあえず直せるやつは直すか。ほいほいほいと。カイト合わない。カッソルが。レッツゴー。みんな行くわよ。アレックス、セブンウェイシュート。ファイアーボール。じゃんけんポン。これがね、結構上に上がっちゃってるからね。それでは打ちます。キュー、ジャイーン、ホリア。ほら、おやし尽くす。コランシュ。ほら、おやし尽くす。くっとる。何、全然減らない。火力がな、ないな、こいつらも。俺が行く。横から行こう。俺が行く。ラキだ、燃え尽きろ。手裏剣皆さん、正々堂々と勝負だ。はい、一戦は甘い。基本だ。疑問じゃ。親父、見ててくれ。いや、もう一度基礎練習。だってこれで2万4000だからね。こいつはもうデミトリーに任せよう。調査開始だ。うん、思い切っていこうよ。火曜両断。お願い。対処します。これは左上。スタンバイ。お見通し。ついてないわ。大丈夫よ。こいつ倒せっかな。ひたすら使えば倒せんな。天国のママ。倒せねえのかよ。夜の闇に消えろ。こりゃ追加防衛決定だね。痛い。最悪殺される恐れすらあんな、あいつ。俺もやらせてもらう。全力で叩き込む。任務を続行する。いい。みんな行くわよ。アリス、ゴー。中央機フロッキー、フラッシュアタックで逃げるよ。それでは撃ちます。9コランシュ。ほらほらほら、コランシュ。いっけしぶとすぎん。増援か、ネロだ。こっちに出てきたか。こいつらは魔界の悪魔か。騒ぎを聞きつけてご近所さんが見に来ちゃったみたい。
私の城の方からじゃない。何をやってたのあなた。こいつは以前電脳空間に現れた。今回の件と何か関係があるのか。まったく相変わらず愛想がないやつだ。悪いな騒いじまって。今ちょうど魔界がピンチになってるんだ。手伝ってくれないか。てんてんてん。その気はないらしいわね。私たちへの敵意は感じるけど。やつに魔力が集まっている。どこから力を得ている。気の流れを感じるわ。アイダからみたいよ。アイダに気があるとは思えない。そうなるとアイダが繋いでいる先か。電脳空間ってことか。そうか、前にザ・ワールドにいたのは異世界の力を吸収するため。ねえ、そこんとこどうなの。もう言葉で伝えてよね。協力する気はないみたいだけど。アイダのエネルギー反応が増大。何かが転送されてきます。早いとこトンネルを封鎖しないと厄介なものが流れ込んでくるな。おお、ちょっとこっちにもスケイスが2体出てきたよ。スケイス、そんなバカな。どういうことだ。スケイスは俺が。それになんで2体も嫌がる。アイダ反応です。あのスケイスはアイダそのものと言えます。つまり複製ということですか。デジタルデータだからコピーは簡単ってことか。やっと倒した強敵が簡単に復活したり増えたりしたらたまんないよ。アイダの力がかなり活性化していると思われます。魔力と結びついているのでしょうか。何か新しいものになろうとしているのかも。アイダはアイダ、悪魔は悪魔よ。そんなコラボレーションは潰させてもらうわ。よし、悪魔の軍にスケイスの複製、まとめて相手をするぞ。ですがあくまでアイダ殲滅が最優先です。時間はあまり残されていません。そうだったな、毒沼のあいつ忘れんなよみんな。おっと、分かってるって。あんたの相手もしてやるよ。侮るなダンテ、相変わらず得体が知れん。 OK 兄貴殿、こいつとはどうも他人の気がしないしな。毒の沼にコンピューターウイルスの塊か。パーティー会場としては最低だが楽しんでいけよデビル坊や。悪魔と踊ろう。なんじゃいそりゃ。7分か。とりあえずこいつは倒せるな。いい感じです。オルカやバル突撃リポートします。お前の中に行くよ。重大機持ちろ。ワイドビーム、ヘビーボム、すごい勢いでやっつけます。ザ・ワールドにリズムゲームの要素があればね。それならばデミトリーでこいつを倒して、ちょっと大神あれかけるか。あ、そうだ、忍者マンいなくなってんだ。寂しすぎる。正々堂々と勝負だ。燃え尽きるんだ。発動しろ。キル水月キル。こいつで決める。デイ勝利した意味、それは我々に。こっちから攻めないといけないんで、とりあえずシエールは一番奥を目指していくだろう。そのためにはこいつが邪魔だな。なんで桜こんなとこにいたんだっけ。これ爆弾魔じゃん。よく見ればあんまりダメージを当てないように、刺激しないように倒さなくては。余計なことすんな。なるほど先生。いってで奥まで行く。スケイスが邪魔になるんだな。こいつちょっと攻撃しとくか。チームワークを忘れないで。人気オラクル活性上昇。カルビは元気に乗っているでしょうか。始めましょう。まだまだ。バイオ組はちょっとあれだな。全体攻撃をかけよう。あんまりね強くないんだけどね。ハイドラ反地
地雷セット。マリオネットは、あ、てか全員倒した。よしよしよし。これ全ダメージ食らうのかな。いて、メインだけか。進んで、了解。結局ネロを相手にしないといけないからな。回復をさせておこう。いや、これは全体回復でいいな。結界はあれだから、ヒットポイント 70% 回復するやつ、サンドイッチとかチョコレート15個あるし、まあいいや。あら、いいの？どう？燃え尽きろ。カローコっぽいな、マカロン。サン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 とか。何なのこいつの弱さは。終わったか。レベル上がらねえ。しかも10レベル以上差があるってことだからね、トップと。1回の攻撃で7000くらい当たるってことだなこいつ7400か、とんでもねえな。コスケース使ってくるんだっけ。完全防御だな。データドレインか。そういえば反撃できないのが痛えな。できればな、カイト発生で倒してからな。横からこいつが狙って、詰めるぞ。ここだ。こいつだ。重ね合って。これ切り。切り抜け。黙れ。制限。つい。つい。これ切り。葉月流の奥義。よっしゃ。体力自慢ってやつか。で、カイト長谷尾組が後ろを取れれば取れるな。もう一歩。ちょっと100減りすぎてるけどさ。もう一歩ちょっと。動きたいからな。ロージストで、あれ大神くんって今完全なんだっけ。カイト長谷尾に使って 78% か。ちょっと一匹ぶっ倒して、仕事じゃ届かない。ついてないよ。おい、あ、ここにいた。自分の仕事は果たす。25% アップの人。この程度と見かけ直しか。で、149までいったから。了解。ちょっと待って。ここで後ろから狙うと。僕も総計。そうか、ブロック持ちだったな。ちょっとしくじったな。真相究明します。決めるぞ。手を休める。カモコヤス中央機ファイヤーフラッシュアタックヘビーボム、とことんお送りします。銃鳴らします。いやー無理だなこれ。パワー全開。15000か。そっこそこ残ったな。マジか。任せてください。ネロはチュンリーとダンテに任せるか。一応攻撃が打てるけど、これ反撃食らうな。まあいいや。こんな気絶してんのかな。遠距離から詰めていくぞ。ここは見過ごせません。もらった。隙を作ろう。えい、足を取り、集中サブロット、体のゼロプレッシュのランチャー。特別性だ。よく味わいな。うん、気絶しねえな。任務を続行する必要がある。グオー、クリティカルを食らった。気絶したからか。行くぞ。大神どうしよう。こっちに行くか。いや、こっちに行こう。で、クリスとジルとかを回復させておかないといけないかな。
ほい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 、発想も隠しとこう。後ろ取れるか、あ、後ろ取れんな、行こう。ロリーがいてくれ、私たちに任せて。一刀両断、クラメカ、イエカ、イエカ、オーシスだって、イエカ、ごめん、スキッパネー、オーカ、オーシス、合わせて、せーの、意気あり、一刀両断、クラメカ、オーカ、オーシン、デアー、精進が足りません。あれ誰動いてない、あと、あ、こいつか、肝心のやつ忘れていた。了解です。ん、なぜ後ろを取れるからか。やれ、まずは出鼻をくじかないと。逃がさない、捕獲する、足を止める、出口集中させる、打ち抜いてみせるぞ。毎回最後はこいつなのさ。砕け散る。よし、片付いたな。必殺技は使ってこないから応戦しなくていいや。これも応戦しなくて大丈夫。こいつだな。あわ、複数攻撃か。あと5分だったら余裕だな。これはもうさくらに任せよう。あっちのやつは始めましょう。こいつはもう倒したも同然でしょ。全然倒したも同然じゃねえし。ここは一気に片付けます。トラフィルの刃、トラフィルのナプレッシャー、このサイドギア逃がせます。この一戦引けません。インパルスチェンジ、もっと強く叩けばよかった。レッツダンス。確実にまあこいつは倒せると。そういう違えた。もうこれやると悲しすぎるんだけど。ストライダーヒルで倒すか。さすがドットハッカーズの。1万5000、一応後ろは狙っておこう。これうん、敵は打ち果たした。次はん、ポカーン、爆発するんだ。飛び散った。この感じはバグデータと同じだね。アイデが結びついた粗悪なコピー品だぜ。残りもやっちまうぞカイト。うん、僕たちがスケイスの偽物に分けるわけにはいかないよ。そうさ、本物のことよく知ってるからな。スケイスはそんなに安くねえ。どうしようかな、バイオハザードで、こいつ17000、後ろからつけば倒せるかな。まずジェネシスと。スケイス、援護は俺がやる。サクラ、よし、攻撃だけで倒せるのはでかい。なんだかんだね、こいつはもうレベル高くなってきたな。少し出遅れたかなって思ったけど。こいつは横から行くか。なんか攻撃力の上がるものとかは、サイドアタックプラス 50%、 いいね。分身攻撃、そうか、ブロック外しがないんだった。あまりいい気しくじったな。おとなしくしなさい。シュリケン、外さない。片付けさせてもらう。こっそりしろ。そこだ、こいつだ。スイープレイリー、ほい、ジャックポット、決め失せろ。こいつ気絶するかな。そう考えると後ろ取れるし、ちょっと気絶メインでいくか。まずこいつでガードを外して、ウッド、サムソン、ソ
よし。オッケー、こいつはほっとこう。裏目に出ることも。デミトリーでね、倒したいといえば倒したいんだけどね。大神が29レベル。コスモスは29レベルか。そういや、こいつ攻撃してくるから反撃してれば倒せんじゃないか、いつか。守るべきものがあるから戦える。インパルスエッジ、じゃーん、撃ちます。ボロットさんはプレッシャー。どうしよう、どうしよう。オッケー、倒した。頑張った。目標撃破、ミッション。こいつだけか。で、4分だったらもう絶対倒せんな。ここはもう安泰だ。剣の50% 溜まるかな。うん、思い切っていこう。知らない、ホワイトフォース方針。殿様、ケリー、ごめん、キッカー、来たね。ホワイト方針、これで解決だ。うん、決めようよ。意義あり。ケリー、ごめん、貫いて。地まくり、ホワイト方針。溜まらなかったか。勝負まだついてる。あいつまだ気絶してるかな。次のターンでいきなり治ったり。できれば反撃して攻撃して、ちょこっち連れてこう。ドグロの道、ちょっと一旦待とう。あいつは気絶したまんまで。思い切っていくぞ。サイコロックが気絶しないかな。こいつ逆転させる。気絶しねえ。気絶とかあんのかな、こいつに。よし、100溜まったから、43,000 はもう絶対デミトリーじゃ無理だから、一番攻撃力の高い大神でいくか。150 SP 不足だな。よし。で、敵の隙を突かれる。中国4000年の技、飛行機だ。逃がさないぜ。隙を突かれる。悪く思うな、とどめを刺す。ガブリエル、ガブリエル、ガブリエル。15,000だったらいけんな。エリカの懺悔、なんだそりゃ。ぐわー、いい加減に正体を明かしてもらおうか。ただのデビルじゃないだろう、あんた。貴様の目的は、後ろ盾はいるのか。知らん。何？今、スパーだと。他人じゃない気はしていたが、親父と関係があったか。しかも、意外と話せるやつじゃないか。いえ、お前は誰だ？その名を出した以上、遊びじゃ済まねえぜ。知らん。やはり関係があったか。俺たちは三人兄弟な可能性もあるってわけだ。俺かお前かもしれん。ん？なんだって？ただのザレ事だ、忘れろ。まあいいさ、次はマジだ。必ず正体を暴いてやるぜ。なんだかんだでさくら気絶してんじゃねえかおめえ。18,000か。横から行って倒せるからな。なるほどくん。まずこれで外してもらって。あー、倒せんな。絶対倒せる。せーの。意義あり。解散。一つ楽勝。腹八分目でやっつけたね、ジミニー。これで終われば結構早く終わったな。間反応、急激に消滅。電脳空間が閉じたようです。お待ちください。スペース探知機に反応です。おー、来んのか、まだ。空間が非常にぐにゃりとしています。オーマイガー、まだどこかにトンネルが残ってるの？
パイロンか。ほう、ここは魔界か。パイロンだと？ふん、また魔界に舞い戻ったか。世界の均衡を乱す。その中心には魔界ありき。全く面白い。世界の均衡？何のことなんでしょう？この魔界を中心に世界が変わりつつあることに気づかぬか。何のこと？世界が一つになるというなら、それもまたよかろう。そのような世界を支配する退屈しのぎには贅沢すぎるがな。ふんふんふん。世界が一つに、どういう意味なんでしょう？世界がすべてつながれば、それは一つになっていると言ってもいいじゃろう。さっきのアイダがやっていたようなことが魔界を中心に起きているということかな。少しは頭が回るようだな。このようなことだよ。敵が出てきた。はぐれ者たちの島の亡霊たち。パイロン、彼らを解放しなさい。この者たちは私に引き寄せられ、付き従っていた者たちとは違う。どういうことですか？以前あなたが連れていた亡霊たちでしょう。違うのだよ。この者たちは本来属すべき世界から来ているということだ。属すべき世界、つまり直接あの島からここに。ゲームの世界ともつながってたし、魔界はどうなってるの？ここに限らず世界の均衡は崩れつつあるようだ。だが考え方を変えれば、混沌の中にまとまった世界こそあるべき形であり、不確定な不安定なそれぞれの世界にとっては良いことではないかね。それがかつて冥王と呼ばれた男がしようとしていた救済か。そんなことはない。世界はそれぞれあるべきようにあっていいのよ。その通りじゃ。支配者を名乗っておるくせに大事なことが分かっておらんの、パイロン。ならば君たちは私にとって邪魔な存在だ。消えてもらおうか。そうはいかん。魔界を守るためだ。貴様の方に消えてもらおう、パイロン。へえ、守るなんて首相じゃない、デミデミ。ふん、いずれ私のものになる世界だ。混ざり合い、失われては困る。それだけの話だ。しかし、今さらそんな戦力で、この俺と戦おうというのか？ちょっとコスモスこっちの方。チュンリーを前に出して、できれば複数攻撃で仕留めたい気もするけど、こいつはもう弱いから。下がれ。91% か。43,000 あるのこいつ。マジか。ただの雑魚兵だと思っていたら、守るべきものがあるから戦える。インパルス1レシッチャー、切ります。まずパイロンは確実にな、次のターンで倒しておきたいかな。サクラは間に合わねえな、これ。チュンリーがどこまでいける？ちょっともう一歩。何？ちょっと待って。大神を使おう。早きこと風のごとく。これでここら辺まで行って、1,2,3,4 と。どんどん上げる。よし、3体は倒した。勝負つけられなかった。やっぱすげえな。これ使うと経験値が。もう一旦かかるか。パイロンって気絶するんだっけ。毒崩し向こう。うん、気絶させよう。そのためにはさくらを呼び戻そう。参ります。ダメだ、届かない。さくらに、うーん、ない。行こう、なるほどくん。こいつパイロン横からぶん殴ってな。ちょっと待って、このヒットポイントはまずいから一旦チョコレートを使おう。任務を開始します。で、何かいいものがあればブロック2個使おう。ランダムって何なの？使ってみよう。しかも自分に。何が起こったの？何が起こったんだかわからん。あ、確率アップが起こった、もしや。下の画面で。いいね。ちょっ、わあ、間違えた。間違えて、こいつ殴っちゃったよ。終わった。
まあでも必殺技が使えなかったからいいと言えばいいかな。守るべきものがあるから戦える。悲しすぎる。目標を撃破、ミッションクリアしました。パイロンはやっぱほっとくか。そうすると周りの雑魚から先に片付けて、はーい、コスモスはブースト使おう。いきますよ。金セット生徒には見せられませんね。やっちゃってください。もう誰も傷つけさせない。これだからバッグまとまりなさい。ルックス 5% 低下。よし、こいつも30レベル。ブレイク。名前だけ見るとブレイクしてくれそうだな。デミトリー前に出すと多分死ぬ。てかこっから殴れんなこいつ。まあ殴ると反撃食らうかな。多分全体攻撃を使ってくるんだろうな、パイロンは。お、そんなことなかった。退屈な弱者に用はない。まあちょうどあれも減ってるしね。迷い者、やってみよう。進むしかないもんね。解散。はいよ。やっか両論。大変でしょう。修行がまだまだ足りません。さて、後ろから行きたいけどそれは叶わぬ夢だな。横からブロックで崩して。私の血の力をこの一点に。プレッシャー。うめえか。もっと強く叩けばよかった。無駄なのだよ。オッケー。で横からこいつを殴って、まあ、50はねたまらないと思うんだよね。思い切っていくぞ。お、止まったか。逆転させる。息あり。解散。よし、摩天楼にバッキュー。すげえ経験値持ってんだこいつ。で、パイロンを誰で殴るかだな。攻撃が高いやつ。518、536あるんだ。こいつ540があるけどね、横を取れないんだよね。ブースト使えば取れんな。取れない。そうか、移動力なんちゃらが発動してるから無理なんだな。じゃあちょっと、こいつも移動力少ねえな。スクラッチ EP ダメージって何？ EP にダメージ当たるのかな。よし、ちょっとこれを使ってみよう。まずはジェネシスで外すでしょ。少ないチャンスを生かさないと。よし、気絶したしかも。パイロンが気絶するとはな。この距離なら外しようがないぜ。くらえ。甘いわね、車輪客。とどめだ。まあ、ここまで来れば普通の攻撃で倒せるでしょう。おお。始めましょう。切ったね、100%。気絶してるね。こう見えても先生ですか。もう誰も傷つけさせない。終わらせます。ウィンドミなんてね。面白くなるぞこれから世界は。その時は迫っている。私はその場所で見届けるとしよう。なんだと？何を知ってるパイロン？そこに君たちが居合わせるか否か、それもまた私の楽しみとなる。はっ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 は。
楽しそうだな、パイロン。宇宙の支配者様、何かを掴んでいるようね。決着はつけてやろう、奴の言うその時その場所とやらでな。みんな敵が決着に向かって動き始めてるな。まったく、ちょっと調べるだけのつもりが大事になったものね、随分と。だけど残ってよかったよ、アイダ汚染、パイロンに資料たち。うん、もしさっさと全員でマーベルランドに向かっちゃってたらと思うとゾッとするね。でもこのまま行ってしまって大丈夫でしょうか。今回の件がここだけとは限りませんよね。ああ、魔界のことならなんとかなりそうよ、先生。モリガンさん、何か手を打ったんですか。ちょっと城に戻って羊たちに状況を伝えたの。魔界の警備を強めるようにね。知り合いのダークストーカーたちにも声をかけておくように言っておいたし。うん、あの連中か。私ほどではないにしろうまくやるだろう。見てみたいね、他のダークストーカーさんたち。悪魔たちの連絡も、何事も組織力というものは重要ですね。そこまで手が回っているならここから離れても大丈夫そうだね。浦島、金の鎖の調査は跡形もなしで、調査のしようもなしよ。残念ながらここに留まっても時間の無駄ね。じゃあワルキューレたちに追いつきましょう。アイダの件も伝えなければならないわ。モリガン、マーベルランドの抜け道まで案内を頼むわね。わかったわ。では行きましょうか。で、次はもう一個の舞台か。ここでさ、せめてさ、カスタマイズしたいよね。もう一個の舞台。ま、これは毎回言ってる愚痴なのでしょうがないですけど。はい、というところで、じゃあ第33話、これで終了したいと思います。